次に秋元外務大臣政務官、はい、秋元政務官。外務大臣政務官の秋元真俊でございます。拉致問題は岸田内閣の最重要課題であり、拉致被害者の方々とご家族の皆様が再会する日まで岸田内閣の使命は終わりません。林外務大臣を補佐し、ご家族の積年の思いを胸に拉致問題の即時解決に向けて全力を尽くしてまいります。亀岡委員長をはじめ理事委員各位のご協力を心からお願い申し上げます。次に高木